美しいとかって言っちゃったぐらい本当綺麗だったんで <laughs> ぜひ行ってみてほしいなと思います。はい。どうもこんにちは山際です。こんにちは。え今回の動画はまた再びトップ5シリーズということで今回の企画はですね。はい。一泊二日で行けるおすすめの国トップ5をお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。ということでですねまあ一泊二日で行けるおすすめの国ということなんですがまずこれはやっぱり選定基準が必要ということで。ね えー、三つ、設けさせていただきました。はい。教えてください。えっと、まずはですね、直行便が出てるところ。直行便が出てること。はい。それから、ちょっと遠くても深夜便があるところ。うん、それから、一泊二日でも、満足感をちゃんと得られるところ。よし、<で>オッケーです。はい、選びました。やっぱり、どうしてもね、遠くなりすぎると、一泊二日では物理的に行けなくなりますし。行けるところであっても、いや、これ一泊二日じゃ、ちょっと物足りないよと。 消化不良になってしまってもちょっとあれなので、うん、まあぎゅっと凝縮してですね、選定させていただきました。ということで一つずついきましょうか。はい。じゃあまず一つ目お願いします、はい。これはもう鉄板ですね。<板>皆さんもあの一泊二日で行けるとこって言ったらすぐ思いつくと思うんですけど、韓国のソウルですね。韓国のソウルです。はい、まあ当たり前のとこ来たよなという風に思っているかもしれませんが、<laughs> はい。まあでも海外旅行に行き慣れてない人にとってはね、はい、あ韓国ってそんな意外と一泊二日でも楽しめるんだと。 いうふうに思う方もいると思うんですよね多分僕も初めて韓国行く時はそういうふうに感じましたで、はい、じゃあどれぐらいで日本からね行けるのかと言いますと大体片道約2時間ほどで行くことができますで航空券の金額もねあのセールとかキャンペーンとかをうまく活用すればあの往復で1万円台うん、本当に安いと 1>, 安い1万円以下で行けることもありますのでかなりおすすめなところでございます まあ、東京大阪を移動するよりも安いという現象が起きたりしますので、えーうん、ぜひチェックされてみてくださいということで、はい、韓国ソウル何がおすすめでしょうかこれ旅行するな、うん、一泊二日でやるなら何をやるということなんですが、うん、やっぱりグルメは外せないですねグルメはい私が一番好きなのはタッカンマリっていう <laughs> 押すよねタッカンマリ推しなんですけどまあオーソドックスなサムゲプサルとか、うん あとトッポギとかカン,、うん、カンジャンケジャンとかキンパとかいろいろあるし韓国はあのスイーツも、ね、結構有名だから女子に人気でなんか最近だとダルゴナコーヒーっていうのが流行ってたんだけどなんかその時々のトレンドがあるから行くたびになんかちょっと違うのが楽しめるっていうのもなんか魅力かなと思いますちなみにさ、うん、日本で結構あの行列ができるようなタピオカドリンク屋さんも韓国あるよね。ああ、うん、あるあるある めちゃくちゃあるめちゃくちゃゃくあるらしいちなみに並ばなかった、ね、並ばなかったもう0秒で買えますあの有名どころとかも0 <laughs> 秒で買はいあの日本で苦労してタピオカドリンク飲んでる方はですね是非、はい、ソウル行って、えー、楽しんでみてくださいまああとはショッピングとかショッピングね、うん、もうあと街歩き観光とかもねね楽しめますよその人によってやっぱ好みがあると思うんですけどうんうん、うん 私たちが好きなのはあの南の大きい門の「何でもの市場」って書いて、うん、ちょっといろいろなんかあの雑貨とか食べ物の干物とかがごちゃごちゃ混ざったエリアがあるんですけどそこでショッピングしたりとかあとはあの服とか、うん、若い子で服とかが言うあの欲しいんだったら。 あの東の大きい門って書いて「とんでもん」っていうところが有名でなんかねおろしもや服のおろしとかも化粧品のおろしとかもあったりしますやってたりとか韓国ファッションみたいなちょっと日本とは違う服が変えたりするのも面白いしあとはまあ人によってはね韓国ドラマのロケ地とかあとはお寺巡ってもいいしいろいろありますね街歩きもロッ,テロッテワールドマートとか見るとこはいっぱいあります 韓国のソウルもまあ、東京みたいなもんでですね、結構そのスポットスポットでなんか重視されてるものが違ったりします。でここはなんか若者が集まるエリアとか、ここはちょっとあのお高めのまあ大韓山みたいなエリアとか、ここはもう本当グルメを楽しむエリアだよねみたいな結構こう分かれていたりするので、なんか目的に応じて回りやすいっていうのが。 一つありますね。であと、まあ、日本と同じような感じでですね、あの地下鉄が走っているので乗りこなすことができればってまあ、うん、結構簡単に乗りこなせるんですけど、シバスもね、シバスも出ている。うん、まあなんか日本と本当なんかまあ、ちょっと文字が変わるだけで、うん、ほとんど日本と変わらずになんか観光を楽しめますので、とても楽ですね。はい。一つ目の韓国ソウルはこんな感じでございます。もう韓国ソウル飽きたよって方はプサンとか、えー、もっと違うところ行ってみるといいんじゃないかなと思いますね。 じゃあ、二つ目行きましょう。二、はい、つ目発表お願いします。二つ目は台湾の台北です。よっ。これもでも、あの定番っちゃ定番かもしれませんね。じゃあ一体、えー、台湾、台北まで日本からどれぐらいで行けるのかと言いますと、飛行機で約3時間でございます。韓国よりプラス1時間、えー、所要時間としてかかるという感じでございますが、台北行って何しましょう、一泊二日。台北も、やっぱりグルメは外せないですね。外せない。<laughs> 特に小籠包はもう本当に有名だし、絶対食べるんじゃないかな、台湾行った人って。小籠包、ここがいいっていうのある王道のリンタが。<laughs> 日本にもあるんですが。日本にもあるんだけど。日本より安く。安く。若干安く、<うん S 2> あの、食べることができます。はい。他には何かありますか、台湾グルメ。あの、ワルーローハンっていう、なんか、魚肉飯みたいな感じで、ちょっと違う感じがね。感じがね。とか、スイーツとかで言ったら、あの、 意外だけど豆乳ソフトおいしかったしむちゃくちゃおいしかったですはいあとお豆腐系のグルメとか台湾かき氷も一時流行ったし流行った日本でも流行った日本でも流行った、ね、日本でも流行った、はい、あとタピオカも出たまた出たよ <laughs> タピオカが安かったしいろんなブランドがあって面白かったタピオカ屋さんのここのブランドがおいしいとかもあるんだけど 日本よりも全然もうタピオカがぎっしり入っててこんなサイズもでかいのに安いっていう間違いない100円台で、うん、あのこんなサイズのを楽しめます、うん、はい僕自身はそのタピオカは本当にあにダイエットの敵だと思ってるんであんまり好きじゃないんですけど、うん、でもやっぱ美味しいですよね今違う敵を作りましたねあ <laughs> <laughs> やばい他に何か,なんかあるグルメ以外あとはあの待ち歩機関光とかも有名なんですけど 私たちは時間がなかったんで、あんまりね、回ってないけど、なんか台北一丸一っていうとことか。あとお寺とかも有名みたいですね。うん、なんかそういう歴史とか好きな方は、うん、そういう楽しみ方もあると思います。うん、あの夜市が、あの面白かった。夜市面白かった。夜になんか屋台がわーって並ぶ市場みたいな大きいところがあるんですけど。そこでなんかちょっと、なんかみ、み見て、好きなものをつまむっていうね。うんうんうん、つまみをして歩くっていうのは、一つ、うん、まあイベントとして。 楽ししいいかもしれないですね台北そんな感じなんですが、うん、ちょっとですね急ぎ足というか、うん、この限られた時間の中にギュッとこう押,し押し込める一つおすすめのスポットがありましてそれが9分という場所なんですね9分という場所どういう場所かというと「千と千尋の神隠し」のモデルとなったと言われるところでですね、うん、山の壁地みたいなところにあるんですけど、まあ、そこからの眺めだったりとかあこんなところにこんな小さな、まあ、村というのか。 があるのかともう本当にまるでね「千と千尋の神隠し」のその世界にいるような感覚を味わえるので体力に自信のある方はギュッと詰め込んでですねそこに行かれてみてはいかがでしょうかと思いますお茶とか有名ですねもうお茶は外せないですねめちゃくちゃ美味しかったお茶がお茶を飲むとしては1人2,000円弱ぐらいかかってしまうんですけどもいやもうそこで飲むお茶は格別ですその価値があるね ん最高なでですすはいチチチーーーーーーズズズケケケキキキも美美味味ししかかっったたねあそこのがぜひあのまたこれまたグルメの話になってしまいましたが、はい、楽しんでみてくださいということで次行きましょうはい3つ目発表してくださいはい3つ目はベトナムのハノイですこれは意外な人もいるんじゃないでしょうかね意外ですかねじゃあ一体ベトナムのハノイまでどれぐらいの時間でいけるかと言いますと大体いい飛行機で45時間です台湾よりもさらに12時間プラスっていう感じでいけます <laughs> でなぜこのベトナムの中で数ある中でホーチミンじゃなくてあのハノイなのかというと、うん、ホーチミンよりも若干1時間弱少ない時間でハノイには行けるんですね。というのとホーチミンはちょっとなんかゴミゴミしすぎててなんかそのせっかくベトナム来たのになんかぐちゃぐちゃしてんなっていう感じで終わってしまうんですが、うん、ハノイはちょっとあのベトナムの雰囲気をより味わえるような場所なのでハノイベトナムだったらおすすめします。 一泊二日だだから貴重だもんね一泊二をゴミゴミした中で過ごすのかそれともちょっとこうベトナム感を味わえるようなところで過ごすのか、うん、結構違ってきますので、はい、ハノイを僕らは推しえます、はい、じゃあそのハノイで一泊二日何しましょうまたベトナムならではのグルメがグルメですはい <laughs> グルメです <laughs> すいませんグルメばっかで具体的には <laughs> まあでもえっと春巻きとか 生春巻きとかフォーとかねやっぱベトナムっていう感じのちょっとご飯も美味しいしなんせもう私はバインミーが大好きでバインミーっていうのはあのねなんかちょっとフランスパンみたいなちょっと固めのパンにパテっていうのかな、うん、肝が挟んであと野菜とかいろいろあるんですけどあれがもう日本じゃ再現できないやっぱ美味しさが現地にはあってあそれが美味しいですね。た<だ>うん あの香草が入ってるじゃん。香るナッパのなと書いて、まあちょっと癖のあるあの野菜が入ってるんですけど、それ苦手な人はちょっときついかもしれないです。うんはい、確かに。はい、あとはスイーツも有名だし、コーヒーがねベト,ーーベトナムコーヒー。ベトナムコーヒーはちょっとこれ飲んでみてほしいんですが、なんとも言えないこの。 味の表現が何ともし、うん、できないんですけど、うん、ベトナムコーヒーといえばこの味っていうのがあります、うん、なんかコンデンスミルクとかを入れて飲んだりするんですけどもこれはもうベトナムならではの味わいですので、うん、まあ甘いの苦手な方っていう人もですね、うん、ちょっと1回はチャレンジしてみていただきたいなと思いますね、うん、女子は好きですねあの甘い香りがううん、うん。コーヒー豆自体も甘い香りなので、うん、甘いの好きな方はハマるんじゃないでしょうか、うん、はい ーーあとは私は雑貨がすごい好きでベトナムの,<貨>あのベトナムならではの配色のちょっと色鮮やかなねちょっとパッと明るい感じの雑貨とか、うん、あと籠籠<ご>バッグがすごい置いてあるんですよ、うん、ベトナムは有名なの有名多分女子は好きだと思う絶対ああいうなんかちょっとた竹っていうのが草みたいな自然なものからあのプラスチックの うプラスチックの紐で作ってやるカゴが樹脂みたいな感じでとかそうがあるんですけどそれがまた可愛くて手作りのそういうのとかもおすすめですねぜひベトナムスペースカゴで検索してみてくださいはい多分こ,あこんな感じねっていうのがねわ、はい、かるかもしれません,うん、うん、まあベトナムハノイこんな感じでございます続いてじゃあ4つ目発表してくださいはい4つ目はグアムですこれ意外でしょうねちょっと意外じゃない意外だよねなんかそんな 1泊2日で行けるんかっていう、ね、なってふうに感じると思うんですけど、うん、まずじゃあ一体グアムはどれぐらいの時間で行けるかというと飛行機って大体日本から4時間です片道4時間で行きますなのでベトナム行くよりも若干少ない時間で行けるという感じですかねじゃあ果たしてそのグアムで1泊2日何しましょうっていうことなんですが、うん、グアムはですねやっぱりあのビーチリゾートならではのマリンスポーツがうーん 楽しめるというこで意外とですねグアムなめてる人多いと思うんですけど海うんきれい結婚式でも人気なぐらいやっぱり人気ですよきれい羽根もんで選ぶ人もいるというぐらいですね結構海なめてかかると痛い目に遭いますからじゃあマリンスポーツ特に何かこうまあなんかねよくあるバナナボートとかスキューバダイビングとかパラセーリングのやつとかって。 私はあのー、なんかアクアウォークっていうなんかこういうねなんか,かぶって息がで息が出来ながら歩くっていう息しながら歩くっていうやつもやったことあるんですけど、うん、海の上で海の中であ中でうん海の中で歩くっていうのとか、うん、最近はさフライボードっていう足から水圧が出て飛ぶやつとかもできるからあ,あちょっと体験したい人にはおすすめですねそういうのが楽しめますね、うん、やっぱりなんかあの普通に南国感を、うん 気軽に味わう。には<う>グアム、すごいもってこいだと思うんですよね。まさにそれですね、はい。他に何かありますか、グアム。他は、あの、アメリカなんで、グアムは。やっぱり、あの、スーパーマーケットだけでも楽しいんだよ。ああ、そうだ。アメリカのもの、食品とか、グッズとか。もね、ス、スーパーでもいいし、そういうショッピングモールもいっぱいあるし。あとは、アメリカのグルメ、なんか、ああいう、ちょっとジャンキーなハンバーガーとか、うん、そういうのが食べたい人も。うん、やっぱ、なんか、気軽に行けるっていう。 場所かなと思います。ハワイよりも安いので物価が、うん、あのグアムおすすめですね。まあグアムだったら4時間じゃん、うん、だからあの家族でも結構おすすめだよね。そうだね。逆にちょっと一人だったらどうなんだろう。一人だったら少し寂しいと。ちょっとアクティビティやるには寂しいんで。寂しいと思いますね。<laughs> はい。はい、ショッピングぐらいになっちゃうかもしれないですけど。はいはいまあ、あとなんかやる方いるかもしれないんで言っておきますけど、ゴルフとかも、うん、あの結構有名なので。 えー、そういうところで、まあちょっとこうね、南国リゾート感味わいながら、こう、優雅な休日を過ごすっていうのは、すごく、うおすすめだと思います。最後の5つ目です。どこを選びましょう ?5 つ目は、マレーシアのクアラルンプールです。これも意外じゃないですかね。意外ですかね。じゃあ、一体マレーシアのクアラルンプールは、どれぐらい時間がかかるのかといいますと、飛行機で片道約7時間でございます。7時間かと。はい 結構かかかるじゃないかと1泊2日だとお前無茶じゃないかと <laughs> まあそういう声が飛んできそうなんですけどもポイントはですね深夜便を使って行くっててくことですね日本を出発する飛行機を深夜に飛んでる飛行機を選ぶとですね、まあ、機内で1泊して現地着いたら朝早朝みたいな感じになるのでもう丸々1泊2日楽しめるという感じでいくのがおすすめです。 じゃあ一体マレーシアのクアラルンプールで1泊2日何しましょうというはいそうですね私がすごい意外だったのはマレーシアって意外と中華料理が美味しいっていうのがすごいめちゃくちゃ美味しいです本当に美味しいな、うん、めてかかると本当痛痛みにありますからはい、はい、ですねでなんかいろんなその周辺の国が混ざってるからそのタイ料理とかマレー料理とかいろんなインド料理とかが楽しめるんだけどそういう屋台街みたいのがあって そういうところでなんかちょっとまたねなんか街歩きも兼ね,ねつつ行くのもおすすめかなと思うすクアラルンプール行ったらこれとりあえず食べといた方がいいよみたいな水餃餃子系うん餃子系です僕も意見一致しました <laughs> 水餃子 <laughs> むちゃくちゃ美味しい本当に美味しい <laughs> 僕らもクアラルンプール行くまではもう餃子こそ焼き餃子こそナンバーワンだみたいな風に思ってたんですけどここ行って水餃子食べるとですね 完全に覆されました、ねしね、逆にこう日本帰ってきた時においしい餃子屋さんはどこだ焼き餃子屋さんどこだっていう考えよりもおい、うん、しい水餃子屋さんどこだっていうふうになるぐらい、うん、水餃子にちょっと目覚めたそんな年でございますでさっきちょっと愛が言ったけどさ、うん、タイ料理とかも楽しめたりいろんな国のグルメが楽しめるっていうふうに言ったんですけど本当その通りで結構あのいろんな文化がこうマレーシアの方にこう凝縮されて入ってきてるので気軽に。 アジアの食文化を楽しめることができるのとクアラのプール行ってみて思ったことなんですけど意外と綺麗なんですよ、うん、思ってた以上にむちゃくちゃ綺麗で、うん、かなり整っているので電車とかもバスとかも整っているので、うん、かなり旅行しやすいと思います、うん、ただ暑いっていうのはあるのでジメジメした暑さっていうのがあるので、うん、熱中症とかにはお気をつけくださいという感じでございますね。はい、そうですね私が印象だっったのののはは暑いいに電車の中は激寒っていう <laughs> 冷房ホテルとか電車の中の冷房のかけ方が異常なまでのねなんかここもう雪国かっていうぐらいなんでなんかもし暑い時でもカーデガンとか持って行った方がいいと思いますも,もしじゃない絶対です <laughs> 絶対持って行った方がいいですあと観光何するって言ったら、うん、あとはですねなんかマレーシアに興味持った方は多分見たことあると思うんですけどツインタワーとかペトロナスツインタワーっていうのが があって、うん、そこでね、やっぱちょっとのんびりしたり、あの周辺とかも結構いろいろ見るものがあるから、観光をついでに行ったりとか、イスラム教徒の方が多いんで、うんうん、モスクがね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。あの有名有名どころだと、あのブルーモスクとピンクモスクっていうのがあるんですけど、特にピンクモスクがおすすめです。あ、ピンクモスク派？はい。私ぶはブルーモスク派なんですけど。あ、そうなんですか。<laughs> 本当に綺麗です。<laughs> 宗教的な考えっていうよりは。 もう観光としてて見るるだけでも価値があるっていうかずっと見てられるような、うん、やっぱ日本にはどうしてもそのイスラム教のモスクって全然馴染みがないと思うんですよ、うん、で建物自体も全然想像つかないと思うんですけど美しいとかって言っちゃうぐらいほんと綺麗だったんで是非 <laughs> 行ってみてほしいなと思いますはーい試しましたよ、ね、あのフルーツ,フルーツドリア <laughs> ドリア ちょっと話飛びますけど、ぜひあの <laughs> チャレンジしてみていただきたいんですけど、あの好き嫌い完全に分かれるんですが、僕はもう全然黙ってした。<laughs> 臭くてたまんなかったですね。で、あの臭さがね、はい、美味しいって感じる人もいると思いますので、うん、でしかも日本ではなかなか食べれないんですが、あっちだとかなり安く食べることできるので、そう,でそういったあの自分の人間としてのこう幅を広げるっていう意味でも。 ななかなかおす,すめだと思います、うん、あれもねブランドがなんか何種類かあるんだよね、うん、34種類かわかんないけどでちょっといいやつだとの方が美味しいっていう噂は聞きました絶対僕はダメです <laughs> ぜひチャレンジしてみてくださいであとまあこれはもうプチプチ情報なんですが、えー、マレーシアのクアラル,ルンプールだと五、まあ、つ星ホテルと言われているそのブランドのあるホテルはですね、えーまあ、約1万円ぐらいで1泊2人で泊まることができるんですねなので かかなななりこれ安くいいですかっていう話なんですすってう話んよ日本だとやっぱどうしても2万3万4万5万とかなってしまうんですけどもクアラルンプールだと1万ぐらいで、えー、泊まれるのでぜひ5つ星ホテル、えー、楽しんできていただきたいなと思いますホテルで過ごす1泊2日そういう贅沢なあ旅行の仕方も全然ありだとは思いますのでいろいろ楽しみ方がねそれれあると思いますので、はいはい、という感じでございます。 で今トップ5上げました上げましたがえ実はですね、まあ、トップ5に入れようかどうか迷った国っていうのもあるのでざっとお国目だけちょっと上げてね、はい、終わりにしたいと思います発表してくださいはい、えっとですね、まずフィリピンフィリピンタイ,タイ香港香港それから、えっと、意外なのがロシアロシア,ロシアももうある都市もうウラジオストクという都市ですね はい、もう気軽にヨーロッパを味わえるっていう、うん、で飛行機で2時間ぐらいできるっていうなので意外とね、うん、こういうところも候補に上がったんですけども、まあ、僕らの中ではトップ5ここだよねっていうと韓国台湾ベトナムグアムそして、えー、マレーシアそういう感じになりましたということでですね今回トップ51泊2日で行けるおすすめの国トップ5をお送りさせていただきました最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございましたありがとうございました それでは次回もまたトップ5シリーズをお届けしていきたいと思っておりますので楽しみにしていてください。またお会いしましょう